俺の名前はパニー、27歳の料理研究家です。主な仕事は依頼者の家で料理を作ったり、要望に合わせて献立を決めたりといった感じ。昔から食べるのも好きで、大好物はラーメン。本当は毎日ラーメンでもいいんだけど、それじゃあ体に良くないってことで栄養のことを調べるようになり、今では体にいいラーメンなんかも自分で作れるようになってるんだ。ラーメンのために料理研究家になったって感じかも。今は同じ年の彼女みなみと同棲中。来年には結婚する予定です。両者の家族にも紹介し、結婚式場探しの真っ最中で、俺の人生は公私ともに順風満帆。今日はみなみからリクエストがあったカレーを作りながら帰りを待っていました。ただいま。めちゃくちゃスパイシーな匂いするね。リクエスト通りカレーにしたよ。もうすぐできるから待っててね。食事の担当はもちろん俺。料理が好きっていうのもあるけど、カレーって難易度高いよね。前に作ったことあるけど、甘くて食べられないってママに怒られちゃったもん。そう、みなみは料理が苦手なんです。甘くなるってことは市販のルー使ったわけじゃないんだね。ルー？何それ？あ、じゃあ何入れたの？何だったかな。トロトロにするために板チョコ8枚入れたのは覚えてるよ。いや、チョコ。友達がカレーにチョコ入れるって言ってたから。それは隠し味のためであって、板チョコ8枚じゃ隠してないし、それって単なるチョコ汁じゃん。宣言撤回。料理が苦手なんてものじゃなく、壊滅的にダメ。でもそんな南も可愛いって思えるんだ。ああ、今度の金曜日の夜、仕事の依頼が来たんだ。帰宅遅くなると思うから、レンジで温められるものを作っておくね。金曜日？ああ、ホームパーティーするらしくて、料理を頼まれてるんだ。ごめんね。最近は、一週間の作り置きや、ホームパーティーでの依頼も多くて、週末一緒に過ごせないのも悩み。なら友達とご飯行くから作らなくてもいいよ。前からご飯誘われてたからさ、行ってもいい？もちろん。なんて答えたけど、そのことを後に後悔することになろうとは。金曜日の夜、南は明け方まで帰ってこず、この日を皮切りに南は週末に頻繁に出かけるようになったんです。しかも連絡もよこさず、翌日帰りってことが多々。土曜日の朝はソファーで爆睡している南の解放からスタート。今日もいびきをかきながらソファーで爆睡中で、起きたのは14時過ぎ。わー、めっちゃ寝た。めっちゃ二日酔いだけど、めっちゃお腹すいた。パニー、ご飯は？作ってあるよ。俺はキッチンで南のために作っていた料理を温めて、ソファーにいる南に差し出しました。はぁ、なにこれ。え？二日酔いの時にぴったりの献立だよ。南が飲みに行った翌日は、しじみの味噌汁におにぎり、オレンジジュースが定番。最初は喜んでくれていたけど。もっとおしゃれな朝食がいい。パンケーキとかフレンチトーストとかないの？あんまり胃にもたれない方がいいかなって思って。もう、こんなの作るなんてセンスなさすぎ。料理ができてもおしゃれなものが作れないなら意味ないわよ。いやいや、おしゃれなものだって作れます。なんたって、SNS にアップするための料理を作って、なんて依頼も多いからね。それじゃあ食べないの？せっかく作った料理をけなされたんじゃ、俺だって我慢できません。しじみが体にいいのは言うまでもないし、二日酔いの翌日は、塩分や糖分、それにビタミンを摂取することも大切だから、このメニューなのに。もういいわ。友達と約束してるから外で食べる。あ、今日は式場を見に行くんじゃ。気分乗らないからいい。パニーは家でおしゃれな料理の方法でも勉強したらいいじゃん。そんな。ミナミは俺が作った料理に手をつけずに出かけてしまいました。以前は嬉しそうに食べていた俺の料理も、最近じゃあんまり美味しそうにしてない感じだし、俺たち本当に結婚して幸せな家庭を持てるんだろうか。それは無理でしょうね。うわ、出た出た出た。ちょっと、可愛い妹見るなり、出たーはないでしょ？パニック驚かすなよ。しかも、うわーって、さては私がいること忘れてたな。そうだった。パニックは俺の妹で、今日見に行く結婚式場はパニックの紹介。だから一緒に行く予定だったんだ。ミナミが俺の料理に難癖つけたことがショックで、
妹の存在を忘れていたなんて情けない。南さん、なんだか雰囲気が変わったね。そうだろ？俺の料理あんな風に言うなんて。なあ、俺南にどう思われてるのかな。俺このまま結婚してもいいのかな。あれは何かありそうね。どうする、お兄様？どうするって？彼女の身辺を調べてあげてもいいわよ。その代わり、例のものをってことだな。お、話が早い。それじゃあこの私にお任せあれ。いしし。実はパニコの捜査能力は探偵並み。いや、探偵も真っ青かもしれない。これまでも何度もお世話になってきたけど、その報酬が大変なんだよな。2週間後、パニコからの連絡で南の態度が急変した理由が判明。なんとなく覚悟はしてたけど、やっぱりな。さーて、どうしてやろうかなって思ってると、目の前にいる南が口を開きました。しかも俺の作った夕飯に散々ケチつけながら完食した直後に、男の人が料理するのってやっぱりめめしっていうか、なんだか情けないわよね。そう言いながらおかわりまでして食べたくせに。しかも最近、前にも増して料理のセンスがしょぼくなったっていうか。悪かったですね。料理なんかしてる男じゃ私を幸せになんてできないと思うのよ。ああ、できないよりもできた方がいいだろう、どう考えても。私、将来をしっかり考えたのよ。あなたでいいのかなって。え？おいおい、この流れって。私、一流企業の人と付き合うから別れて。やっぱりか。おい、そんな突然。私、家事が苦手だからあなたと一緒なら楽だなって思って結婚も決めたけど、よくよく考えたら、お金持ちと結婚したらお手伝いさん雇えばいいだけだもんね。それに、あなたみたいな人を雇ってあげたっていいんだし。だからね、やっぱり男は年収だって思って、一流企業の彼と幸せになることにしたの。彼って誰だよ。いいでしょ、別に誰だって。ってことで、結婚はなかったってことで、私は1000万プレイヤーと幸せになるわ。南は笑って部屋を出て行きました。下を向いて返す言葉もなかった俺は、リビングのドアが閉まる音を聞いてにやり、やっと婚約破棄してくれた。そう、俺は南が婚約破棄を切り出してくるのを待っていたんです。実は南が一流企業の男に入れ込んでいるのはパニコから聞いて知っていました。しかし浮気の確たる証拠がなかなか取れなかったため、南から切り出してくるのを待つしかなかったんです。そのために俺は毎日ボイスレコーダーを手放せずに苦労しました。でもおかげで不倫による婚約破棄の証拠に加えて、料理にダメ出ししてくる日々を記録できたので、弁護士さんは大喜び。俺は慰謝料を受け取り、あっさり別れることになりました。あんなに愛してると思っていた南だったけど、最近の態度は目に余るものもあったし、何より食べ物を大切にしないし、感謝の心もないしね。ま、婚約破棄は俺にとってありがたいものとなったんです。半年後、南のことをすっかり忘れきっていたある日、なんとその南から着信がありました。正直もう関わりたくなかったので、電話がかかってきてもうっかり取ってしまわないように登録だけはしておいたんです。パニー、電話出なくてもいいの？すると一緒にいた愛理が不思議そうに聞いてきました。実は愛理は妹の知り合いで、3ヶ月前に知り合った女性で、一応彼女、とっても素敵な人なんだよ。それが、鳴り続ける電話を愛理に向けました。元カノ？ああ、アイリーは俺が婚約破棄されてるのを知っていました。出なくてもいいの？出たらめんどくさいことになりそうな予感しかしないよ。確かに。じゃあ私が出てあげよっか。いやいや、アイリーに嫌な思いをさせたくない。どうせすぐに諦めるはずだよ。でもその予想は外れ、南からの電話は続き、とうとう着信拒否することに。すると今度は仕事用の電話にかけてくる始末。それでも俺は対応することなく、諦めるのも待つことにしました。数日後、今日は愛理とパニコと一緒にお出かけ。待ち合わせ場所の駅で3人落ち合って、さあ出かけようって時、聞き覚えのある声が俺の名前を呼んだんです。パニー、やっと見つけたわよ。なんで電話に出ないの？声のする方を見ると、
それは確かに南。だけど、あれ？南だよな。なんだか丸い。顔はふっくらしてるし、顔以上に体の方も倍になってるような。ドスドスと音を立て、地面を揺らしながら近づいてくる南に、アイリーとパニコもびっくりしちゃってるじゃないですか。元カノさん？多分。ありゃりゃ、遅めの成長期が来たんだね。何コソコソしてんのよ。婚約者を無視するなんていい度胸じゃないの。あら、南さん、忘れてるわよ。は？アニーは、元婚約者じゃないの。元をつけ忘れてるわよ。元を撤回しに来たんだから、つけなくてもいいっての。あの時は突然振っちゃってごめんなさいね。でも、ああするしかなかったの。でも目が覚めたわ。パニー、私はもう迷わない。あなただけの南になるの。いや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 、ならなくていいですから。わお、今カノさんの前でプロポーズするなんて、すっごいずぶとさ。っていうか、すっごい非常識。なんですって？てか、彼女って、こいつ？こいつなの？おい、やめろよ。アイリーに詰め寄ろうとする南を阻止したけど、アイリーは余裕の表情。っていうより、ちょっと引いてる。パニコ、アイリーと近くのカフェで待っててくれないか？あれ、まあ、私がいなくても平気なの？それは、なんか、不安。私のことは気にしないで、高みの見物してるから。さすがアイリー。何よこの女、まだ別れて半年しか経ってないのにもう新しい彼女なんて作ってんの？ありえないじゃないの。ありえないって。君は俺と婚約中に1000万プレイヤーとかと付き合うからって婚約破棄したじゃないか。そっちの方がありえないだろ。彼とは別れてきてあげてんだからありえなくないもん。何？もう一度私を婚約者にしてよ。もう絶対よそ見なんてしないって誓うから。無理。なんでよ。なんでって、逆になんでびっくりしてるのかわからないくらい当たり前に無理だから。俺の料理をけなして勝手に婚約破棄した女なんて願い下げ。しかも俺の横には愛するアイリーがいるんだもん。私が横に大きくなったからなのね。パニーは人を見た目で判断するんだ。ひどいよ。それは関係ないね。いや、確かにめちゃくちゃ大きくなったけど。だって俺と初めて会った時、今ほどじゃないけどふっくらしてたじゃん。ふっくらって、人をパンみたいに言わないでよ。お腹空いてくるじゃない。ごめんごめん。でも思い出してごらんよ、初めて会った時のあの日、あの時を。確かに発光しかけてたけど。自らパンに寄せてんじゃん。肌も荒れてて、髪もパサパサだったし。お兄様、レディに失礼よ。そうよ、ひどいわ。おっと、ごめんごめん。つまり俺は、外見よりも中身だったってこと。つまり、それって、今の私も愛してくれるってこと？ああ、違うよ、違う。え？俺の料理をけなされて、センスないとまで言われた瞬間、ああ、こいつないわって思ったから。そんなことで？料理のダメ出しくらいするでしょ普通。しかも婚約者がいるのに合コン三昧、お目当ての男には猛プッシュして浮気した挙句婚約破棄するような女、中身がいいはずないじゃん。確かに。だって稼ぐ男と結婚しなきゃ意味ないって友達に言われたんだもん。私の人生一度しかないのよ。どう生きようと勝手でしょ。うわー、最低な開き直り。それに、私は浮気なんてしてないもん。浮気者なんて人聞きの悪いこと言わないでよ。でも。確かに一流企業勤めのマー君といい仲になって、もう少しで付き合えるってところまで行ったのに、連絡が取れなくなったの。つまり、浮気はしてないわ。はぁ？別に付き合っていようがいまいが、最低だってことは変わらないんだけど。しかも、パニコはニヤニヤ顔。おい、パニコ、浮気してるって言わなかったっけ？あら、私は、南さんが入れ込んでるって言っただけよ。そう、付き合ってはないわ。いや、ドヤ顔で言うことが？パニーがいないと、まともにご飯も食べられなくて大変なのよ。帰ってきてよ、パニー。もう、南さん、また日本語間違ってる。え？まともに、じゃなくて、まともな、でしょ？食べてないのにその成長期は迎えられないわよ。なあ！兄がいた時は栄養管理バッチリな美味しいご飯を食べてて、
体重管理もできて、肌も髪もツヤツヤだったけど、別れて暴飲暴食三昧繰り返しちゃ、そうなるわよね。それで慌てて兄に助けを求めに来たってわけか。なるほど。ねえ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 、そうよ、パニーの料理が忘れられないのよ。あんな美味しい料理バクバク食べていたのに、なんで理想の体重キープできて肌年齢は10代のままだったのよ。パニーと別れて20キロも体重増えるし、ファンデーションは浮きまくり、ニキビ出まくりで大変なのよ。なんとかしてよ。なんとかって言われても。そうだ、私が仕事をして稼いでくるから、パニーが専業主婦になってよ。専業主婦？そう、料理研究家なんてそんな儲かるわけないから、私の扶養に入れば安心でしょ。私働く人、あなた家事する人、でも今まで通り仕事はある程度してね。ね、私って理解ある女でしょ。ね、ね。ああ、もうなんて言っていいやら。なんて俺が困っていると、アイリーとパニコがクスクスと笑い始めました。パニーを専業主婦にね。扶養に入れてあげるですか。何がおかしいのよ。男が専業主婦でもおかしくない時代よ。確かにね。でもパニーを扶養に入れて専業主婦は無理があるんじゃないかな。だって年収1500万円の扶養者って聞いたことないもん。え、あれって確か扶養対象の収入制限があるよね。1500万でも入れたっけ。ちょっと待って、1500万、誰が、嘘を言わないでよ。フリーの料理研究家がそんなに稼げるはずないじゃないのよ。それが稼げちゃうんだよね。自宅への料理依頼が1年先まで予約が埋まってるし、テレビや動画の出演、有名店の商品開発、コラボ商品でがっぽり儲けちゃってんのよ。今やパニーのイケメン付箋まで発売しちゃってさ、アイリーさんも私もそのパニーのイケメン付箋仕事で愛用してるんだから。え、そんなの聞いてない。同棲していた時そんなこと言わなかったじゃないの。え、だって聞かれてないから。はあ、普通そんなすっごい年収になった時点で言いたくて言いたくて仕方ないはずじゃないのよ。1500万なんて国民の数パーセントしかいないのよ。なんで別れ話持ち出した時に俺の方が500万円ほど年収高いぜって言わないのよ。え、だって大企業勤めってのが気に入ってると思ったし、それに俺は雇われの身じゃないから、明日の仕事がどうなるかわからない不安定な状態っていうのは確かだから、引き止めることはしたくなかったんだよ。なんちゃって。別れ話の時にはとっくに愛情は消え去っていたから、引き止める必要もなかったんです。明日の仕事って1年先まで予約が埋まってるなら安泰じゃん。おっと、バレた？料理できるし、高収入でイケメンなんて、めちゃくちゃいい男じゃん。そんなに褒めないでくれよ、照れちゃう。逃した魚は大きいわね。何言ってんのよ！今釣りの話なんてしないでよ！ユニークな元カノさんね。もう、どうでもいいから私とまた住んでよ。食事の管理してちょうだいよ。このままじゃ私の原型なくなっちゃう。だね、早急に対処すべきだ。さすがパニー、愛してる。俺は愛する人の手を握りしめました。あ、じゃあ行こうか、アイリー。それはもちろんアイリーの手。ごめんなさい、今から結婚式場に行くのよ。とアイリーは近くの式場に視線を移しました。え、食事の管理は病院かジムにでも行くといいよ。そんな、作ってくれる人がいなきゃ意味ないじゃないのよ。あら、あなたの人生どう生きようとあなたの勝手なんでしょ。え、一度きりの人生、悔いのないようにエンジョイしなさいな、イシシ。そんな、一人じゃ無理だって、パニー。俺たちはそのまま結婚式場に入り、ミナミはその場で泣き崩れていました。結婚式場に来たのはアイリーの職場だから。実は紹介してもらう予定だった結婚式場はアイリーが経営していたんです。キャンセルの詫びに行ったところ、意気投合して付き合うことになったんだ。とっさに式場に入っていくことを思いついてくれたアイリーのおかげで、ミナミはさすがに諦めたみたい。連絡は来なくなり、風の噂でミナミの体重はますます増加し、会社も休みがちになりクビ。とうとう借りていたアパートの家賃滞納で追い出されたようです。実家に帰ったミナミは、両親から詐欺だと疑われるほど
外見が変わっていたんだって。今減量のため毎日ポスティングのバイトをして家に置いてもらってるとか。俺はアイリーとの仲をますます深め幸せに暮らしています。そうそう、南の調査のお礼がまだだった。谷子、いろいろお世話になったね。ありがとう。これ例の報酬だけど。俺は大きな旅行カバンを机の上にドーンと置きました。うひひゃーい、待ってました。え、なんか怪しい取引してない？いじじ、これはね、超貴重なものなんだよと言いながら取り出したのは、漬物漬ける瓶にぎゅうぎゅうに入っているプリン。え、なにこれ？パニー特製瓶詰めプリン。作るの大変だから、特別報酬の時にしか作ってあげないんだ。パニコの報酬はいつもプリン。わあ、やばい、聞いちゃったかな。めっちゃ美味しそう。私の誕生日に同じもの作って。あ、私は瓶詰め杏仁豆腐がいいな。それも美味しそう。え、誕生日にはネックレスにしようかなって思ってたのに。これがいい。わかったわかった。はい、よし、みんなで報酬をいただきましょうか。いじし、好きな人に手作り料理を喜んでもらえるのはとっても幸せ。作る相手が増えたら幸せも増えるってことだな。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。